暑い中大変お疲れ様です。毎週木曜日の木曜日国会前行動始めていきたいと思います。司会を務めます憲法共同センターの森本です。よろしくお願いします。皆さん、参議院に移って短期間ですが、法案の危険性ボロボロ出ているんではないでしょうか。怒りの声を国会に最初コールしていきたいと思います。選任会の山本さん、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。それではスプリコールを上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、戦争法案今すぐ廃案、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 戦争反対、九条壊すな、戦争反対、九条壊すな、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう、みんなの力で暴走を止めよう、みんなの力で暴走を止めよう、憲法破壊絶対反対、憲法破壊絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、国際戦争支援法反対、国際戦争支援法反対、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 戦争法案絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権は今すぐ退陣、今すぐ退陣、今すぐ退陣、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 戦争法案絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣、戦争反対、九条壊すな、戦争反対、九条壊すな、戦争反対、九条壊すな、戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、憲法破壊絶対反対、憲法破壊絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 
ありがとうございました。それでは総係行動実行委員会を構成する3団体から挨拶を受けていきたいと思います。噛んですいません。それでは最初に憲法共同センター鎌田さん、よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、猛暑の中大変ご苦労様です。私は憲法共同センターに参加する全国商工団体連合会の鎌田と言います。茅ヶ崎で印刷屋をやっています。今日は広島に人類史上初めて原爆が投下された8月6日です。70年前のその日、私は13歳でした。満州開拓団におりました。敗戦の1年前、私たち一家は国に送り出されて満州に入植しました。満州国吉林省長春県竜王村傘下東京開拓団、侵略戦争と知らずに日本の生命線、北の守り、食料増産のため関東軍が守ってやると言われ、侵略者加害者の立場でした。8月16日、侵略された人たちの苦痛と怒り、積年の怨嗟で俺たちの土地を返せ、日本リーベンクイズ鬼の子と襲撃してきたのです。暴動、略奪、逃げ惑う女子供をトウモロコシ畑や高粱畑に土肥の大釜の刃先、槍の刃先が無数にキラリキラリと光っている。数日後、戦車に赤旗を立ててソ連兵が現れ、暴虐の限り筆舌に尽くしがたいことです。忍び子を抱えた女を犯すな、ロシア正教の経典には厳しく戒めています。拳銃を突きつけ母を犯そうとしたソ連兵は、生後間もない妹の火のつくような泣き声で一家は救われました。妹は母乳が出ないため、ひねた歯を噛み砕き、唾液と一緒に母が口に入れていましたが、7ヶ月の命でした。玄関の荒野に捨てるように置いてきました。飢え、寒さ、破身器物など病気で開拓団の多くの人が死にました。凍った地面に捨てられ、野犬が額にむしゃぶりつく、口から人骨をぶら下げている、まさに地獄です。開拓団には零細農民のみが送り込まれるというイメージだが、事実は国家総動員法が成立し、統制経済企業整備令により商工大臣の命令、今の
安倍総理のおじいさんの岸信介が東条内閣の商工大臣でありました。命令により東京の酒屋は1万2000軒が2200軒に減少、そこで就業先、転業先の斡旋が満州開拓団でした。私たちの部落にはお寿司屋さん、八百屋さんのご主人など商人の方が大勢いらっしゃいました。二度と戦争をしない、平和が一番大切です。戦争法案、廃案を目指す運動と安倍内閣の退陣を求める声は申しようものともせず、全国の各界各層の人々の中で広がり高まっています。参議院での論議が進んでいますが、政府与党の答弁に一部の理もない、なぜか戦争の悲惨さに立脚しない非常の空論だからです。武力で平和を作り出すことなど絶対にできません。戦争の惨禍の上に作られた憲法9条を守り育ててこそ世界の人と手をつなぎ平和を手にすることができます。今私たちは激動の情勢の中でこの戦争法案を廃案にできる可能性を手に入れつつあると断言します。最後までご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。